こんにちは、ミスタイムさん。いつも動画の方に送っていただきましてありがとうございました。取っ手出し動画もだいぶできるようになりましたね。この取っ手出し動画ってのは発信する動画の中で一番たくさん作るのが望ましいです。で、そこでですね、多くの方と関係性を作って、その次に、筋トレ動画とかにね、誘導するルートもできるということでございます。当然ですけども、筋トレ動画にダイレクトに来ていただく方もいるんですけども、筋トレ動画以外のね、このミスター M さんっていう人柄から筋トレに入ってくる方、こういうふうな流入経路っていうのも一番大きいわけなんですよね。この辺はですね、詳しくは別にですね、 YouTube 講義っていうのを作りましたんで、そちらの方ご覧いただければと思います。もうちょっとね、したらアップできますんでご覧ください。で、今回ね、お知らせしたいのは、そうですね、ハッシュタグにしましょうか。ハッシュタグっていう機能は最近 YouTube に導入されたこのシャープっていうマークなんですけども、このハッシュタグを使うと、同じハッシュタグをつけた人からの関係性が強くなって、そこからの動画の流入っていうのもあるわけなんですよね。視聴の流入っていうのも、つけ方としては、動画説明欄にシャープをつけて、その後に単語って感じですよね。シャープ筋トレ、シャープダイエットみたいな感じでやるといいんじゃないかなと思います。そしてこのシャープ何々っていうハッシュタグは、大体3つですね、3つつけていただければよろしいかと思います。シャープ何々、シャープ何々、シャープ何々って感じで3つつけると、そのタイトルのね、タイトルの上に青文字でシャープハッシュタグなんとかかんだ、ハッシュタグなんとかかんだっていう風に3つついて、で、検索にかかりやすくなるっていう効果があります。もちろんね、ものすごくボーンとね、伸びることはないですけども、若干効果があるかなってところですね。で、注意点としては、このハッシュタグは人を侮辱する言葉とかね、それからお下劣な言葉とか、卑猥な言葉っていうのは使っちゃダメです。当たり前ですね、これ使ってないと思いますけども。それからですね、ハッシュタグはいっぱいつければいいってもんではなくて、理想的には3個ぐらいなんですよ。で、設定上は15個以上つけることができるんですけども、15個以上つけると全てのハッシュタグが無効化されますんで、たくさんつけるにしても15個以下にしてくださいね。というかね、3つぐらいつけるのがちょうどいいと思いますよ。あんまりハッシュタグたくさんつけるすぎるとね、やっぱかっこ悪いっていうかね、動画説明欄が、せっかくの動画説明欄が台無しになっちゃいますんで、その辺だけ今日はお伝えして、YouTube 講義とさせていただきます。これからもね、どんどん動画を量産していただきたいと思いますけども、今回はもみじまんじゅうの動画ね、ありがとうございました。やっぱ非常に嬉しいですね。これからもね、何かね、役に立てることをと思って、これからもやらせていただきますんで、よろしくお願いします。それでは、Have a nice day!